じゃーん、すごい。見た目がめっちゃかっこよくないですか。かっこいい。やばい。330万してる。怖い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 。こんにちは、金村美久です。本日私がどこにやってきているかというと、こちらです。じゃん、北村写真機店さんにやってきました。イエーイ。新しいレンズを探しに来たんです。そう、今やっぱりメンバーを撮る機会が多いので、こうポートレートに向いてるレンズだったり、あと今自分が持ってないようなレンズ、なんかいい出会いがあったらいいなと思ってます。さらにここ6階にはライカっていう高級なレンズも取り揃えてるみたいなので、ちょっといろいろ触らせてもらえたらいいなっていうのも込みで行ってみたいと思います。じゃあ早速。ここだ、書いてある。これね、なんか回数によって売ってるものが違うらしいです。3階がジャンクカメラ、中古修理とかですかね。で、今回お目当てのライカが6階にあるみたいなので、早速向かいたいと思います。ここにも書いてある。あ、失礼します。こんにちは。ようこそお待ちしておりました。よろしくお願いします。丸山と申します。丸山さん、はい、金村美久です。よろしくお願いします。お願いします。ライカのレンズは初めて。初めてです。もう本当にちょっとだけ調べてきたんですけど、一応今のお目当てはズマリットの 50mm。 こちらにお願いします。はい、お願いします。緊張しますね。あ、ちょっと一瞬見せてもいいですか。じゃーん、すごい。ここ全部ライカですか。そうです。これ全部ライカのカメラとかレンズですって。もう超お宝ですよ、全部。なんか昔からずっと続いてるドイツのメーカーで、どういうところがやっぱりちょっと高級というか、いいところなんですかね。はいはい、ライカは、まあ、先ほど金村さんおっしゃった通り、はい、100年、ちょっと100年ほど前からカメラを製造してまして、でそれから、まあ、変わらない一貫したこの形ですとか、100年前に出たレンズもアダプター一つで今の現代のライカに使えると、でフィルムカメラからデジタルカメラにシフトしてきても形を変えずに作られてきて、そのブランドがやはりずっと浸透してきて、なるほど、はい、ブランドもそうですし、このクラシックな形がやっぱり人気ですよね。あとやっぱりものづくりがすごくしっかりしてますので、カメラ一つにしてももう真鍮からこう削り出して、普通こうパーツを組み合わせていくんですけど、もう削り出してボディを作るとか、そうなんだ。そういうやっぱ思想がもう確か変わらないので、やっぱりライカも。ブランドの、なるほど、はい、魅力なんだ。はい、いや、先ほどお話伺いしました、はい、ズマリットですと、はい、お、すごいレンズ並んでる。今、あ、本当だ、書いてある。ズマリットはもうこちらも1950年ぐらいのレンズで、すごく優しい柔らかいソフトな描写ですし、で、光が正面角、逆光の時ですと、ちょっとハレーションっていうか虹のようなものが出まして、それがすごく何とも言えない独特な雰囲気を映るので、やっぱり今のまあお若い方でよくエモい写真を撮る、もう本当にまさにそういった写真も撮れるレンズですね。いいですね。でもちょっと今こうお値段をこうチラチラチラって見ると、がだいぶ倍ぐらい。そうですね。これ今見た感じ15から33ぐらいまでの感じでありますよ。私の今日のちなみに予算の範囲ぐらいとしては10万円前後で、ちょっと初めてですので、ご予算に合わせてというか、でしたらこちらにも実は、すごい、いっぱい数があるから、はい、こち
ちらがちょうどちょっと10万円切るお値段で、本当だ、ま、10万円切ってくれてる、はい、で、まあ、確かにレンズの既存ソフトなコーティングで切りやすいので、はい、私も確認したんですけど、撮影するにはあの曇りとかカビはございませんでしたので、すごい、ちゃんと撮影できて、で、まあ、あの傷の分ちょっと逆にもっとソフトに映るかなって気がするんですけど、そういう味にもなって、はい、はいはいはい、でしたらアダプターをつけていただいても10万円ぐらいで収まると、うん、すごいあります。これめちゃくちゃ気になりますね。つければちょっと、はい、ね、あ、いいんですか早速。やったー、はい、ありがとうございます。つれて失礼します。うわ、重さがしっかりありますね。え、あれ、これ合ってますかね、赤いところと白い、あ、ちょっと怖いので、あの、やっていただきましょう。怖っ。ピントはこれで、マニュアルフォーカスになります。はい、あと絞りは、ここ。ここから。おお、見た目がかっこいい。はい、見た目めっちゃかっこいい。あ、でもしっかりで重厚感あふれる感じで。見た目がめっちゃかっこよくないですか？かっこいい。なんか銀のレンズはオールドレンズ持ってるんですけど、なんか その2つに比べてもやっぱりめちゃくちゃ作りが細やかというか、ピントを見てみましょう。近めのなんかに、はあ、はあ、はあ、うわうわ、いやでもなんかすごいほんわりした感じの、これだって何にも今フィルターとかかませてなくて、こういうちょっと淡い感じの写りですし、ボケ感がめっちゃ綺麗です。あのピントを合わせなかったら、なんかこういうホワホワホワっていう丸いボケがいっぱい写るのがすごいトロトロですね。少し 5.6 くらいまで絞りますと、はい、なんかこう絵を描いたような、うんうん、クレヨンで絵を描いたような、すごい優しいんですけど、しっとりとした描写になりますので、うんうんうん、木目調バキッとこんな感じ、もうおしゃれですね。もうこれだけでも、え、めっちゃもう満足しちゃってるけど、でもちょっとさすがに1個だけじゃ比較できないので、丸山さんおすすめの一本といいますか。あの値段を一旦置いといて、あの私ちょっと使ってみたいな、丸山さんのおすすめの一本、あれですよね、お話聞いてますと、はい、ちょっと柔らかい優しい感じの描写 です、ね、はい、まあ、50ミリ、うん、35もちょっと気に入ってます。そうですか、はい、35で、35ミリ、あの結構距離感近めで撮ることが多くて、近めでってなるとちょっと広角の方が、わ、ね、かりました、あ、すごい、何でも何でも出てくる、ありますって言って、ツミルックスの 35mmF1.4 で一番最初の時のファーストタイプ、確かにすごくなんか年代物を感じますね、少し外観の作りもすごく、まあ、形が薄いですね、すごい、でこの角って呼ばれてる、はいはいはい、まあ、スチールリムって呼ばれてるんですけど、うんうん、つまみで絞りを回すところも、カチカチカチってって、はい、あとはピントリングが、あ、ストッパーが確かに、まあ、やりやすそう、道具としてもすごく形が、うん、え、これ何年前のレンズなんでしたっけ。これは1960年頃の製造、これももう60年以上経ってます。すごいですね、はい、この技術、はいはいはい、こういう感じ、うん、へえ、明るっ、へえ、すごい、広角レンズ結構シャープに映るっていうイメージがあるんですけど、このレンズだけはすごくボケるし、結構、はい、これはここ同じぐらいの距離で撮ってたけど、やっぱり50ミリなのでこんぐらいの距離感になる。35ミリだったらこっちの相手の椅子まで映りますね。こっちの椅子まで。逆にめっちゃ寄ったらどうなるかな。あ、でもこんぐらいでないとピント合わないか。へえ。うん。あ、でもすごいボケが。こうなんか縁がちょっと柔らかい感じ、わかりますか。これ何もだってやってないんですよ、
なんかその多分純正レンズで撮ったらもっと写実的なんですけど、すごいワンって感じで。ちなみにこちらのお値段は、はい、あーやばいなんかやばい、 桁がやばいもの出てきた。待ってくださいね。1、10、100、1000、万、10万ちょっと、どうしよう、どうしよう。330万してる。怖い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 。いや、そうですよね。でも貴重な体験をさせていただきました。でも 35mm いいな。ちょっとじゃあ 35mm、 今 40mm、 35mm ぐらいの距離感で、お値段がまだ安価なもの。レンズの明るさが、はい、今まで 1.5 とか 1.4 の、うん、あの明るいレンズをお試しいただいたんですけど、はい、35mm で F3.5 っていう、まあ、だいぶ落ち着くんですけど、はい、あのまあ、ズマロンと言いまして、これもオールドレンズで、はい、うん、35mm の F3.5、はい、ちょっとだいぶあれ7万7000円。あら、お安い。7万7000円はライカにしては一番ぐらい安いんじゃないですか。そうです。あー、でもこのピント合わせるのやっぱちょっと大変かなあ。よいしょ。あー、でも距離感はやっぱりこう同じ感じで、でもすごい綺麗ですね。写りはちゃんと奥までこう入る引きがあるレンズで、写りもなんかベーシックな感じで、全然今のレンズって思ってもおかしくないですよね。昔のレンズなのに。こっちもちょっと 3.5 でピント合わせて、ただまあちょっと暗さはあるので、はい、やっぱちょっとピント合わせるのに時間がかかっちゃうけど、でも綺麗ですね。このさっき撮ったほんわか感はやっぱりライカ特有のがちょっと残ってる感じがしますよね。普通のレンズよりは普通に綺麗だし。うわー、でもなー、 F1 か2ぐらいだとやっぱり嬉しいのかなって思っちゃったりしますね。明るい方がそうですね、はい、光の、あの違いを楽しめますか、ね、そうですね、はい、あ、こんにちは。じゃあ4階になります。すごいいっぱい、まあ、あのフィルムの、はい、カメラですとか、先ほどライカ以外のオールドカメラも中心に。すごいいっぱいある。先ほどの 35mm で、はい、ちょっとやっぱり明るいレンズで、そうですね、はい、まあ、ご予算にあったものという。すいません、本当になかなか難しい値段帯で。一番うわぁ、本当だ。 35mm1.4、はい、あ、6万円ぐらいとか、はい、もしくは 40mm でもよろしければ、うん、ちょっと右の方こっちか、こちらも、へぇ、フクトレンダーっていうブランドなんですか。そうですね、はい、ライカより逆にもっと昔からあ、なるほど、高額機器を使ってたブランドなんですけど、まあ、やはりちょっと倒産してしまいまして。あ、そうなんですね。そのブランド名を使って、これは日本のメーカーでコシナさんっていうところが、まあ、立ち上げた。あ、なるほど。ブランドなんで、まあ、歴史はその昔からとすごく長いんですけど、まあ、これは現代のフクトレンダーとか。なるほど、はい、絞り。わあ、なるほど。こっちか。お、あ、ピント合う、ここで。え、全然綺麗。あ、おお、こう縁がくるんってしてる感じのボケですね。広角具合もここで撮ってこんな入るから、こんな近くで撮ってヘンつって入るからいいですよね、やっぱ。もうちょっと絞って、自分の視野よりも広く撮れますよね。こう被写体に近づきたいけど近づきすぎたくないみたいな時にやっぱちょうどいいと思うんですよね。いかがでした？え、すっごい素敵でした、はい、やっぱライカよりは結構クリアな感じですかね。そうですね、はい、そうですよね。今回すごい今悩んでて。ちなみにあれですか、はい、
ライカの方と、はい、うん、と悩んでます。あのライカだったらやっぱりズマリットが気になってて、さらにあれってやっぱ結構今値段高いものがズマリット多いじゃないですか。あのね、10万円ぐらいって結構珍しいですか。ですよね。やばい、こういうの聞いちゃうともうダメだ、決まらなくなっちゃう。今そのズマリットとこちらのファクタレンダーの 35mm の方がやっぱり今ちょっと持ってるのにも被らないですし、気になって、操作性もすごいいいので写りも綺麗ですし、実用性はこちらの方が、そうですよね、思います。だから実用性を取るか、こうロマン的なトーンとこを取るかみたいなことなんですよ。うん、試してみてすごい 35mm 撮ってみたいなっていう気持ちが高まったので、今回こちらのフォクトレンダーでちょっとまた相棒として、トレンドで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、悩みましたが、ロマンはちょっともうちょっと先に撮っておこうと思います。はい、今回レンズが、はい、付属しているのが、フロントキャップとリアキャップのみになっております、はい、で、アダプターが、ソニー E マウント用で使う、ライカ M マウントのレンズ用のアダプターになっております。ありがとうございます。で、65,300 でございます。はい、お願いします。すみません、ありがとうございます。大事に使いま す、はい、ありがとうございました。無事お買い物終わりました。じゃーん、かわいい袋まで、もう私のかわいい娘のようなレンズです。じゃあ紹介しましょう。じゃーん、フォクトレンダーの 35mm1.4 です。あ、いいですね。こう重さも重すぎずっていう感じで、はい、こちらが新入りになります。今日はですね、私が持っているレンズをできるだけ持ってきたので、ちょっとその紹介もここでしたいと思います。まず最初にこちらつけてる今レンズですね、これがソニーの G マスターレンズ 40mm の 2.5 っていうレンズです。純正のレンズ、現行のレンズなんですけど、一番使ってます。これが去年買ったのかな、去年買って、もう 40mm ってなんか人間の視界が多分 50mm ぐらいが標準なんですけど、それよりちょっと広めに撮れるっていうのが最高でして、お値段もそんなめちゃくちゃ高くないので、これおすすめです。これが今一番使ってるレンズ。これもう見たことあるんじゃないかな。こちらもソニーの G レンズで 24105F4 です。これは私がソニーのカメラを買った時に初めて買った一本、おすすめされた一本で、ズームレンズなのでね、遠くのものも撮れますし、逆になんだろうな、人とかでもすごく奥がボケるんですよね。ちょっと後ろの背景これちょっといらないなみたいなものを寄っちゃって、もう見えなくするみたいな、すごい 整頓できる、こうやって調節できるのがいいところ。最初に買う場合はおすすめかもです。似たようなレンズ、じゃん、タムロンっていうブランドの、こちらは 28mm から 75mm F2.8 です。これも結構持ってる人いるんじゃないでしょうか、人気なんじゃないですか。私これはいつ買ったんだろう、 2年前ぐらいか買ってたんですけど、タムロンサードパーティー製って言って、シグマとかちょっとこう純正のレンズよりもお安く手に入るけど使い勝手がいいっていうレンズです。これもだからちょっとお金高いんでしょっていう、レンズ高いよねっていう方におすすめです。こっちのレンズよりお安く手に入ります。これじゃあ先行きましょうか。ジュピター、これオールドレンズ、前みくにちゃんの振袖を撮った時に
紹介したっていうか、あの時に新しく買ってたレンズなんですけど、こちらも 50mm1.5 めちゃくちゃ明るいレンズです。ロシア製の昔のレンズでフレアみたいなのがたくさん入るので、こう意図してない時にも結構現れるみたいな時があって、だからこうちょっと一癖ある写真撮りたいなみたいな時にスパイス的な感じで使うのがいいなって最近思ってます。やっぱピントとかもこうマニュアルってこう自分で合わせなきゃいけないので、ちょっと難易度高いんですけど、一つ持っとくとちょっと自分の写真に変わり映えが出てとっても面白いレンズです。おすすめ。続いてラストになります。コンタックスプラナーの 50mm1.4 です。これもねよく使いますね。めちゃくちゃ綺麗に写る、ボケが本当に綺麗で、これもオールドレンズなので自分でこうやってねピント合わせるんですけど、ここがすごい滑らかだし、もう明るいし、もう持っててほしい一本って感じこれオールドレンズといったらこれみたいなものみたいです。ということでこちら新しく加わったレンズも増えたということで、早速撮影に行ってみたいと思います。イエイ。ということで公園に到着しました。そしてある子になんとモデルさんをお任せしたいと思います。おいでじゃーん、清水リオです。リオちゃん来てくれました。イエーイ、嬉しいです。ありがとう。めっちゃ嬉しいです。わざわざ今日ね、はい、新しいレンズ買ってきたからはい、ぜひその第1号のモデルさんに、めっちゃ嬉しい。マイクしてきました。みかんに撮ってもらおうと思ってですってじゃあまずこちら先ほど買ったフォクトレンダーの 35mm1.4 のレンズ使ってみたいと思います。わあ、そっか、自分でとりあえずじゃあ微笑んでてもらういいね。はいはいはい、今すごい全身映るかなってぐらいの感じです。いいですね。ちょっと寄っていきましょう。上手上手。私が覗けばいいんだ。いやいいね、いい笑顔。はいはいはい、こうやってちょっとずつピントを、うん、オッケーオッケーオッケー。あ、はい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 、おお、めっちゃすごい、めっちゃ綺麗な木漏れ日。後ろのさ、はい、このつるつぶ感がいい、さ、いい感じだよね。受け具合がめっちゃ綺麗ですね。こう結構ボワボワボワって感じの、めっちゃ綺麗ですね。かわいい上手撮られるのが。え、本当ですか。マジマジ。いやでもちょっと嬉しいです、うん、いや嬉しい。じゃあちょっと他のも比べてみようかな。はいはい、これはいつも使ってるソニーの G レンズ 40mm2.5 です。うん、こっち見て、はいはいはい、かわいい。お、どうでしょうか。こんな感じ。なんかさっきより写りはパキッとしますね、こっちの方が。違いますね。これさ、結構さ、立体感があるよね、うん、こっちとさ、こっち。あ、全然違う。色味もちょっと爽やかめかな。さっきの方がちょっと重ためな感じがしたような感じがします。あそこら辺がいいかな。木陰、はい、木陰行こう。いいじゃん。ちょっと今回はこの木、やっぱ高さがあるのでどのぐらい写真に入るかなっていうのを比べてみようと思います。今こっからりゅうちゃんまで3メートルぐらいかな。結構距離があるんですけど、どのくらい画角の変化があるのかお伝えしようと思います。まず 105mm、 これ一番伸ばした状態です。 ISO を100で縛ってみますね。いきます。はい、チーズ。いいね。今ね
さっきと同じぐらいの太ももから上ぐらいかな、映ってるかな。抜けがやっぱ綺麗、すごい海外みたいだわ。そんな感じになりました。木はやっぱ映ってないですよね、ここの手前のとかは。でも寄り目で結構綺麗、こんな感じです。こちらは50ミリのプラナー 1.4 です。上になるとこんくらい、はいはいはい、うん、いいねいいね、かわいいかわいい。こんな感じになりました。木がしっかり映りますね、この高さがよく出てると思います。同じ場所から撮ってると思えないですよね。最後に35ミリ買ったレンズで試してみます。ちょっと、あ、素敵よ。あ、でもいいかも、しっくりくるかも。うん、綺麗綺麗、いい笑顔、いい動き35ミリです。もっと全身になりました。私は結構好きかもです。さっきはやっぱちょっと切れちゃうぐらいなんですよね。全身映すとちょっと上足りないかなみたいな、こんな感じになりました。近距離での撮影が多いと思うのでね、隣に座ってみました。ちょっとあっち見て、で、うん、そのままね、で、ちょっとこっち振り返ってもらって、うん、いいね。風がいい感じに、結構なんか近めで撮ってるのにそんな感じしない。うんうんうん、イエーイ。はいはいはい、こういうのもできます。いいです、映ってる映ってる、すごい、二人とものピースが映って、私のしか映ってないかと思ってました。いや、映ってるのよ、意外と、すごいね。じゃあ自由タイム、イエーイ、せーの、はい、あ、いいですね、ふんわりふんわり、あ、綺麗ですよ。そうですね、はいはい、うん、いいね、かわいい。ということで、たくさん写真撮りました、ありがとうございました。ありがとう、さすがのもうプロでしたね、映るのが。え、いや違います、違う違う違います、あの、私普通に撮っただけで、うん、ミクさんが綺麗に撮ってくださいました。いやいやいや、嬉しかったです。これはやっぱり映る能力がね、すごい上手。もう全部私の持ってるレンズ持ってきて比較をねしてみたので、うん、ぜひ皆さん、まだカメラ始めたことない人とか、逆にこのレンズ気になってるなみたいな人は、ぜひ参考にしていただけたらいいなと思います。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。